皆さんこんにちは、ながらです。今回の企画はマッチングした食材を料理して1週間生活してみた5日目。今日もオンライン対戦で1時間だけ食材探しの配信をしてマッチングした食材を料理していきたいと思います。昨日の料理はね、美味しかったんですけど、そろそろ焼肉とかステーキとかがっつり肉を食べたいです。とにかく肉希望でオンラインに潜っていきたいと思います。それではそろそろ配信の方をつけていきたいかなと思います。はい、お前またか。これ昨日当たった人だよね。これ多分生ポテトマシン2回当たった名前はそう食べれないので、残念ながらここは食材ですが倒させていただきます。よいしょ。あよーし、アボカド来た。みんなアボカド来た、アボカド来た。みんなよし、これ出します。オッケー。いやー、待って死ぬか。消火栓も当たってて草なんだけど。え、待って、なんで今の DA 勝てないの。ちょー、マジか。今日は何が欲しい。あー、やっぱ魚系さばくのも楽しいんだよね。 SSQM 楽しい。なんだ SSQM って。セコムよしよしよし、 OK。 いいですよ。やっぱトロッコが強いよ、このゲーム。トロッコが最強。ライスシャワー、おら、ライス、こういうライスとかの名前で当たったときはライス単体で食べれるんで。寿司もあります。あ、寿司もある、確かに。寿司でかいな、寿司でかい。オッケー。ちょ、あー、もったいない。ちょ、え、飛びすぎ。嘘や。オッケー、ライスと寿司獲得です。ライスと寿司獲得。チャーハンじゃないのか。おい、チャーハンかと思ったやないか。期待させやがって。え、ジャンプも横びもないんだけど。オッケー、完璧。え、待って、横びなんで上になんねん。あー、さらしな。なんか食材名入ってない。なんか入ってそうじゃない、めっちゃ入ってそうじゃないな、お前。なし。いや、反対から読むのなしだから。みんな、皿食べれる。皿食えよ、じゃあお前ら。おやすみなさーい。お前寿司来た後に来ていい食材じゃない。いやー、しかもなんかこういう時に限ってなんかサムスとかなんか最強キャラ使ってるのやばい。あ、お前復帰ミスするな。復帰ミスするな。あー、ちょっと待って、やばい、このキャラ無駄に強い。あー、終わった。あー、カニとナスビ、タガメとかね、変なもん食わされる僕ですから、やっぱここでちょっとゴージャスなあってもいいよね、これぐらいね。カニぐらい。え、ちょっ、今の当たんのか。オッケー、まだ死なないか。ちょ、カニ、ミスト。あぶね。あー、カニー、なんでやねん。心配したら獲得した食材なしにしません。バカ野郎。何も食えなくなるだろ。たった1時間やぞ。お前何回食んねん。お前ダメやねん。名前変えてこい。せめてスナイプすんなら名前だけ変えてこい。お前の名前もう食えんねん、俺もう。本日の食材が1つ目がライス、2つ目が寿司、3つ目が
高めということで、本日はこの3種類の食材になりました。今回はハズレですね。いいやつ、いいやつの中に一つでも圧倒的に悪いやつがあったら、その日はハズレなんですよ、俺にとっては。はい、ということでお疲れ様でした。バイバイ。はい、どうも、おはようございます、ながらです。今回ね、寿司を現地調達からねしていきたいかなと思います。もういい朝ですよ。寿司の材料をね釣っていきたいかなと思います。今回はちょい投げ釣りって言ってね、重りをつけて、その先に針を2個つけて、ここに餌をつけてぶん投げるっていう釣りをねやっていきたいと思います。餌がこちらですね。5回投げ釣りの餌、だいたいこういう海のムカデみたいなやつなんですけど、気持ち悪い、キモい。こいつらをね針につけていきたいかなと思います。行ってこい。ゾワー、めっちゃ飛距離でんかった。見えるかな、めっちゃちっこいクラゲゴール、かわいい。餌めっちゃ気持ち悪いって言ったじゃん、もっと気持ち悪いやつあった。ちょっとみんな見てて、いくよ。やばすぎ、やばすぎ、キモすぎる。さっきあっちに投げたのにあっちに移動してるんですよね。流されてるわけかな。じゃあ上げてみていい？餌ない、何かしら食ってるってことだね。何かしらないってことはいるってことだからね。よし、これは希望が見えてますよ。希望がめちゃめちゃ穏やかだな。来た。なんだ、お前は誰だ。結構引く。お前は誰なんだい。お前かーい。こちらフグちゃんですね。フグちゃん、こいつはね毒があるので食えません。はい、見た目はね結構好きなんですけどね、食べれないんで逃がしてあげたいと思います。遊んでくれてありがとうな。じゃあな。おう、一匹釣れたってことはね、魚が今からかかっていくってことですよ。ぶん投げていこう。せんや長州、来てない。ちょ、お前かーい。お前食えんねん。これはゴミだね。いや、ゴミじゃない、ゴミとこいつばっかりや。もういやいや、今日何も食べれんって、いやいや。ということでね、場所を移動したいかなと思います。ということでね、ポイントを移動してきました。なんとか食材を獲得したいかなと思います。同業者がね、今俺の魚を入れるであろうバケツの中を覗き込んで、フンって笑ってどっか行ったんだけど、許せねえあいつ、マジ見とけあいつ。なんかかかってるような気がするんだよな、気のせいかな。あいつ見返すぞ。待って、なんかついてる、何君。わかんないけど、やったわかんないけど釣れた。なんかよくわかんない魚釣れました。寿司を食うんやけどさ、食うとこねえなあお前。この子は逃がしてあげるか。君はさよなら、バイバイ。同業者がね、陣取ってた場所ね、ここで釣っていきたいかなと思います。餌もなくならんからな、魚がそもそもいないのかもしれない。君どこ行くのかな、どこ行くのかな、かわいいね、どこ行くのかな、かわいい。釣れた、これめっちゃ嬉しい。ちょっと待って、嬉しい、マジ。はい、ということでこちらが本日狙っていたお魚ですね。シロギスちゃんです。めちゃめちゃ綺麗なの、ほらピンクでさ。この魚寿司にするのって思うかもしれないんですけど、久しぶりに食べたかったんでね。いや、一匹釣れた、本当に嬉しい。ちょっとみんな聞いて、風が強すぎる、釣りにならなくなってきました。とてもじゃないですが継続できそうにないんで、一回ここで切りたいかなと思います。はい、ということで魚一匹しか釣れなかったんでね、はい、購入します。はい、ということで帰ってきました。本日の食材がこちらですね。シロギスちゃんと石垣鯛ということでね、大量、うん、大きい魚が釣れてよかったですね。釣れたのはね、ちっちゃいシロギスだけだったんですけれども、さすがに足りないんでね、追加でお魚を購入してきました。こいつらをね、お寿司にしていきたいかなと思います。まず大きい方のね、石垣鯛からやっていきましょうか。例のごとくね、鱗かきで鱗を取っていきます。鱗が取り終わったんで、お腹を開いて内臓を取り出していきたいかなと思います。よいしょ。 OK、 よいしょ。だいぶ血抜きされてるかな。これは内臓ちょっとグロいからあんま映さないようにしよう。内臓があらがた取れましたら、中をね綺麗に洗っていきます。内臓と鱗が取り終わったから、ここはねもう三枚おろしですよ。切り込みをねスッと入れていきます。中側にもガイドラインを入れていきます。
背骨に沿ってね、できるだけ身を残すように歯を入れていきます。そしたら尻尾のとこ貫通させて、あとはもう背骨を断ち切る。チョキチョキと固い。 OK だ。あとはここでピッと切っちゃう。はい、半身が下ろせました。半身がね、もう反対側も同じことやります。2半分も下ろせました。本当はね、ここもね、料理に使いたいところですが、今回食べられる食材がね、寿司なので、寿司に使える部位だけ残していきたいかなと思います。このあばら骨をすいていきます。できるだけね、身は残していきたい。あばら骨すくの本当に苦手なんだよな。難しい。こっちもやっていきます。こっち結構上手にできたんじゃない？こっちうまいことできた。めちゃお腹の身残ったよ。めちゃお腹の身。皮を引いていきます。皮とまな板の上を包丁をこう滑らす感じで、うまいこと言ってくれ。もうすでにうまいこと言ってないわ。もうすでにうまいこと言ってないわ。ダメ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 。ちょっとどうしようかな。この時点でお腹側の身と背中側の身を切り分けちゃう。うん、ついでにここのね、骨も取っちゃいましょう。こっち側から引くか。こっち側から引けばワンちゃん生き返る。この皮持ってここに包丁入れて、まあ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 ですね。もうちょい皮目を残した方がいいんだけど、本当はこっち側の身の半数生かして、お腹側と背中側で身を分けます。まずね、はいはい、タイがさばき終わったんで、次はねキスちゃんですね。キスちゃん、こいつはもう簡単よ。スーッと鱗取って、内臓はね現地で取ってきたんで、パパーッと取って洗います。めっちゃ綺麗、本当に。ヒレの後ろからね、頭をザクッと落としちゃって、できるだけ身を残したい。できるだけ。丁寧に、ちっちゃいから、アイドラインを入れていく。なんかもうすでにミスってるような気がする。もう大名おろしでいこう。大名おろしっていうのは、お腹側、背中側と丁寧にやるんじゃなくて、一気に肩側の身を下ろしちゃう。いい感じ、いい感じ。よし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 。背中側あたりは一番身があるから、この辺はちょっと丁寧に切っとく方がいいな。おぉ、オッケー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 。なんとかなりました。あばら骨を落として、薄く薄く。オッケーオッケーオッケー。皮を引きます。いいよ、その調子。完璧。ちょっと残ったけど、完璧。ちぎれないで。あ、ちぎれた。とりあえず。とりあえずね。これからお寿司を握っていくんですけど、その前にね、改めて手をめちゃめちゃ綺麗に洗います。オッケー。そしたらちょっと固めにね、炊いたお米を器に移して、あった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 、あっ、あっ、あっ、固めに炊いた米を器に移します。よいしょ。そしたらここに寿司酢をね、大さじ2杯入れていきます。おお、寿司の匂いがする。そりゃそうか。当たり前だ。混ぜ混ぜしていきます。もうちょっと固めに炊いたんですけどね、もうちょっと固めでもよかった。料理をしてるときに水気が多すぎたなと思ったら、あれ使えばいいんで、あれ使えばね、ビビンドライヤー。この企画ね、2回目の登場になります。いけ、やばい、飛ばないかな。水気が多すぎたらね、飛ばしてしまえばいいんで。うん、やっぱドライヤーって調理器具やん。こんなに汎用性高いなんて知らなかったよ俺は。すぐ乾燥してきた。名前やろ、汎用性高すぎワロタ。さっきまで下の方ちょっとベチャベチャなってたのが一瞬で元通りなんですけど、完璧や。そしたらネタを切っていきましょう。ちょ、キッチンごちゃごちゃしてきたけど勘弁してください。どう切るのが正解なんだ寿司って。切るだけ薄く切っていく。お、このぐらいじゃないですか。このぐらい。やばい、これ今気づいたけど、すげえ大量の数握らないといけなくなる。ネタをもっと大きく切るか。よし、お名前やろ。ここから握っていきます。にぎにぎしていきます。この寿司酢と水をちょっと混ぜたやつ、これにね手をつけて、米をちょっと握るじゃん。どうすんだ。くる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 。よし、真ん中にね穴開けるんだと。穴開けてネタ取って。今日おかしくない？ちょ、任せてください。僕大学1年生の時に寿司屋でアルバイトしてたんで。乗せてネタ乗せて、おい、形を整えて。めっちゃむずい。え、なにこれ、みんな、ちょ、聞いて。めっちゃむずい、これ。あら、かわいい。思い出した思い出した。米をこう、形作って、手にネタを置いて、ここにこうや。形を整えて、こうや。かわいいサイズになっちゃうんだけど。贅沢に2個置いていいですか？ 2 個。こ
これでちょうど良くなるんじゃない？サイズ的にちょっと良くなったくない？2個にした方が。はい、ということで完成しました。こちらが石垣台のお寿司、シロギスのお寿司でございます。いや、マジで難しかった。不安でしかないですね、味も。まずはね、食べてみましょうよ。まずはね、見た目はでも結構いい感じですね。タイの寿司いただきます。うまいじゃん握ってる時に米が手につかないように水を手につけてたんですよ。ゴリ量がマジで難しくてべっちゃべちゃになってたんよ。食べる時にはちょうどよくなってますね美味しいけど、魚の切り方がちょっとお寿司屋さんとかのものに比べると、厚いところとあの薄いところのムラがあって食べ応えがあっていいけど、僕はお店の切り方の方が好きです。もうちょっと酢入れてもいいかも。米1合に対して寿司酢大さじ2杯って書いてあったんですけど、もうちょっと寿司酢の味がしてもいいなとは思います。キスもいただいてみましょう。キス自分でちゃんと釣ったんで、ね、いただきます。どんな味なんだい。淡白ちゃんと甘いし、釣ったばっかりだからプリプリして美味しいんですけど、天ぷらとかにする方が美味しいなっていうのは感じます。石垣鯛って臭みがある魚なんで、磯臭さがちょっとだけあるかも。じゃあこれもね、ゆっくり完食していきたいかなと思います。ごちそうさまでした。ということでね、思ってたより美味しかったですね。案外最終的にはうまいこと言って満足のいく結果となりました。今までの料理の中で一番難しかったお寿司、全然うまくいかなくてさ、お店で食べるような寿司の方が僕は好きですね。寿司職人ってすごいんだなっていうのを改めてね感じましたね。夜もね、食材が残っているんで、そちらも食べていきたいかなと思います。夜になりました。夜になりましたが、お腹空いてないなぁ。別に何もいらんなぁ。食べますよ！だばーん。タガメ。はぁ。タガメって何かっていうことなんですけど、水の中の昆虫ですね。昆虫スナック、原材料、台湾タガメ、食塩。中に2匹入っているそうです。食べますよ！わかりましたよ。タランチュラ、サソリ、昆虫ミックス、まあそのコオロギとか、食べてきましたけど、全部ちゃんとお腹壊してますからね。そこも含めて嫌ですね。目があった。ああ、目があった。閲覧注意ね。閲覧注意。うーわ、キモすぎ。こんなゴキブリやん。え、これ食うんですか今から。本当に？こちら、タガメでございますね。実物見たの初めてだな。いやー、きちい。一口で行った方がいいな。できるだけ苦しみの数は減らそう。一口で行きたいと思います。行きます。うわ、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 最悪。なくならん、噛み切れん。口の中にめちゃ刺さる。飲み込みたいんやけどさ、前で硬い。ああ、食った。やばい、これ、過去最高にまずい。気色悪い。うまいけど、ちょっと柔らかめの爪楊枝食ってるみたいな感じで、味はやっぱり、カブトムシの虫かごの風味がちょっとしますね。もう一匹いるってマジ。勘弁してくれよ、一匹だけでいいって。なんで二匹も入れてんだよ。食べればいいんでしょ？食べれば。苦痛を知った上で食べるこの、タガメが本当にきつい。もう踏まう、あば。わはは。か。めっちゃ噛まないと飲み込めないのがきつい。飲み込んだ。過去最高にきつい。味はね、そんなにしないけど、虫独特の風味が強くて、全然噛み砕けないんですよ。今まで食べた中で一番強烈な昆虫でした。なんとか5日目終了することができました。6日目はね、普通の食材で頼みます。あわよくば肉が欲しいです。よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ということで皆さん、またね、バイバーイ。